どうもゆっくり霊夢です。どうもゆっくり魔理沙だぜ。本日のゲストはこちら。誰だお前。東方霊殿から来てくださいました、幽玄魔眼さんです。ああ、旧作の人か。旧作の人はわからないんだぜ。彼女は霊殿の魔界ルートに現れる最初のボスよ。いきなり魔界ルートとか言われても困るんだぜ。東方霊殿では一面クリア後に、魔界ルートか地獄ルートを選べるの。どっちも怖い名前なんだぜ。で、この幽玄魔眼さんは、魔界ルートを選んだ時に出てくるボス。Windows 版でいう二面ボスに当たるキャラね。つまりチルノとかと同じってことか？まあそういうことになるのかしらね。幽玄魔眼さんの二つ名はイービルアイズ。直訳でジャガンってところか？良い中にネームなんだぜ。二つ名の通り、五つの目を操ってプレイヤーに襲いかかるわ。ふーん。なんか厄介そうなやつだぜ。で、こいつはどんな性格なんだぜ？それがね、よくわからないのよね。新緑の時もそんなこと言ってなかったか？東方霊殿ではキャラクターにセリフがないみたいなのよね。うぷ主がニコニコ大百科とピクシブ百科辞典を見た限りでは。え？この動画ネットの無料情報だけで作られてるのか？そうよ、やばー。ちなみにテーマ曲は天使伝説。ジャガンとは思えないテーマ曲名なんだぜ。そうよね。ちなみにうぷ主は、幽玄魔眼の髪型が好きらしいわ。うぷ主の趣味なんてどうでもいいんだぜ。ということで幽玄魔眼さんでした。視聴者の皆さん、幽玄魔眼さんについて知ってることがあったら、どんどんコメントしてほしいんだぜ。そんじゃまた。